このホノルルフィニッシュ T シャツを着てるのは誰でしょうか。はいはい、原田くん。オグリンだと思います。正解です。絶対面白くないですよ。ということで、オグリンの、まあ、前回までは、まあ、ちょっと、ね、意気込み的なオープニングトークみたいなのだったんですけど、はい、まあ、今日はちょっとより、オグリンのサブ4に向けたトレーニングプログラムをどう進めていくかみたいなところを探っていこうかなと思うので、はい、オグリンのことは、まあ、レッスンでずっと見てるので、なんとなくこういう癖があるなとかっていうのは、うん、分かっているんですけど、ちょっと今日は動き、その動きを修正していく話 と、あとはトレーニングプログラムを組むときに、トレーニングメニューですねを組むときに、オグリンが今どれぐらいで走れるのかとかっていう、まあ、ちょうどいい負荷を狙わないとトレーニングのメニューって、はい、効果を発揮しないので、ちょうどいい設定ペース、ちょうどこの強化できるいいラインの設定ペースを決めるためにちょっと、まあ、カウンセリングとヒアリングをしたりので、はい、そこを中心に今日はやっていきたいと思います、はい、なので、まあ、見ていただいている方はなんか、まあ、それを参考に、あ、こういうふうにトレーニングメニューって組み立てるんだなみたいな、こういう素材があってトレーニングメニューを組み立てるんだなみたいな、トレーニングメニューを組み立てる上でのどんな材料が必要なのかっていうのも少し参考になるかなと思うので、まあ、そういった目で見ていただけるといいかなと思います。まあ、オグリン的には自分自身でなんか走りのなんかこういう悪い癖があるなとか、なんかご自身で気づいている部分ってありますか。気づいてる部分、気づいてる、自覚があるの。自覚があるのは、あれです、すごいお尻が後ろに残っちゃうなっていうのと、はいはいはい、足多分全然上がってないねってなってるか、多分結構すり足というか、はい、すごい一生懸命蹴って蹴って走ってるっていうのと、はい、なんだろう、お尻が置いてかれてるのと同じ、多分同じだと思うんですけど、なんかすごい姿勢悪いなっていうのを、はいはい、とすごいいっぱい出てくる。いろいろ結構自覚症状が長距離走った翌日、はい、すっごい肩とか肩甲骨の辺にすっごい痛いんですよ、はいはい、うん、だからよっぽどなんか力んで走ってるなっていうのはすごい自覚が、はい、あ、結構いろいろ出てきますね。でもどうしようもない。そうなんですよ、ランニングフォームって大体の方が、あ、こういうフォームで走りたいなってイメージしてるものってそんなに違わないと思うんですよ、うん、例えばトップ選手の走りをの映像とあまり綺麗じゃない走りの方の映像を見せた時に、この 2人の走り方でどっちが綺麗ですかっていう丸バツクイズを100問出したとしたら、ほとんどの方が多分揃うと思うんですよ、うん、っていうぐらいイメージしているフォームが一緒なのに、でも体で表現しているものが違っていて、でなんならその体で表現しているものが違うのも自覚しているのに変えれないっていうのが結構フォームの難しいところだったりするんですよね、うん、なので今のオグリンがから出てきた、はい、たくさんの自覚がこうなっちゃっているという自覚があるけど抜け出せない状態、まあ、これは当たり前なのかなと思うんですけど、今の話で、まあ、良かったなっていう点は、自分から見たオグリン の、まあ、ここもうちょいこうした方がいいなというところとあまりずれていなかったところ、これ結構大事 で、 そ、 うです、ね、いや、そこはもう十分いいのにそこを悪いと思ってしまっている方って結構実は多くて、なんかそうするとなかなか本人がダメだと思っている感覚とずれてるんで修正しにくかったりするんですけ ど、 オグリンが自覚している私の悪いところと自分から見たオグリンの修正したいポイントがそんなにずれてないので、これはこれで結構オグリンの感覚的にはいい感覚を持ってるのかなと思うので修正しやすいかなと思います。今のオグリンが言っていたのをまとめると、まあ、割と全部つながってたりするんですよね。例えばこの肩周りとかが張るっていうのと、すり足になってしまっている、あとお腹が置いていかれるとか、そのあたりって全部同じで、でこれを、一個一個ほどいてつなげていくと、例えばオグリの走り方って疲れれば疲れるほど肩がこう揺れるんですよ。こうじゃなくてこういう風になんかねじれる感じがあるんですよね。でこれが一番目立つ癖なんですけど、じゃあこうやって揺れるのをどうやって止めようかってすると、
ここ揺れないようにしようとするじゃないですか、うんうんうん、でもこの揺れの原因を作ってるのがここにないんですよ。これ何があるかというと、足をこうやって前後にこうやってスイングさせちゃう癖があるんですよ。で足を前後にスイングさせるとどこにも捕まらないで、片足をこうやって前後にスイングさせるとこうやってこういう風にねじれが生まれるんですよ。これに振り回されるんで体が。本当だ。要はこういう癖があるから体がねじれるんですね。だからこのスイングをやめない限りこのねじれって止めれないんですよ。で足を前後に振ろうとしてるから足が上がってこないんですよ。だからすり足になるんです。でもこうやって蹴った足を戻そうとした時に蹴ってるから戻しが遅れるんで足がこうやってスーッと前に出る。そうするとこれもう足上がってないじゃないですか。だから低い位置でこうやってこういう感じで走れるんですよね。でこれを繰り返してるからねじれる、足が上がらない、足が前に行くからお腹が下がるんですよ。すごい。だこれ全部つながってるっていうのがあって、その感覚が一個一個切り取るとお腹が置いてかれてしまっているとか、足が上がっていたりとか、背中が張るっていう症状なんですけど、基本的にはそういうフォームしているから全部が連動してきて、そういう各パーツにいろんな問題が起こるということになるんで、その足をスイングさせてしまう癖を取り除かないといけないので、それを取り除く練習をしていきたいなと思います。なんか根本改善しようと思うとやっぱりパーツで攻めてもあんまり変わらないんですよね。だからフォームに関しては卵が先か鶏が先かっていうのと、例えばこういうふうに揺さぶる癖があるから足がスイングしなきゃいけなくなっちゃうとも捉えられるし、足がスイングしているから肩が揺れちゃうとも捉えられるしってなるんで、その発生原因、震源地はどこなのかっていうのをちゃんと突き詰めてそれを改善していかないと治らないんですよね。なんか小手先だけで肩揺れてるから揺れないようにしてくださいって言われても、そもそもその意識がない、そこが震源じゃなかったら治らないんですよね。いろんなアプローチをしてみて、どこを抑えれば一番収まるのかみたいなところを探っていく必要があるので、今日のところは一旦足の動きの意識を変えてみて、どういう風に変化が出るかっていうのをちょっとチェックしたいなと思います。ちょっと外に出て動きをチェックしていきましょう、はい、ということで、外に来たので、まずちょっとオグリンがどんな感じで走っているかというのを一回ちょっと見てみましょうか。どのライン越えると悪い癖が出るのかとかっていうのもちょっとチェックしたいので、はい、あまりきれいに走ろうとしなくていいですからね。一回呼吸整えましょう、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。蹴り足が強いんですよね。蹴り足が強いところがやっぱりポイントで、今走ったぐらいの距離と今走ったぐらいのきつさだとまだ足が割と上がっている
まだ上げられているんですけど、それがやっぱ疲れてくるとあの足が上がらなくなってきて、上がらなくなるとスイングしだすので、スイングしだすと結局体がこういうふうに肩がねじれるみたいな走り方になってしまうんですけど、まあ、ポイントとしてはそもそも走る感覚が間違っているっていうところなんですよ。学校教育の中で走り方を習うことはないし、習ったとしても、まあ、基本的なところでマラソンをやるためにマラソンのタイムを追求するための走り方を習う機会ってあんまりないと思うので、多くの方が間違っていることなので、まあ、ちょっとちょうどいい機会なので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいなと思うんですけど、オグリンのやっている走り方って、こうやって足がこうやって地面について、地面を少し蹴って走るっていう、まあ、これを繰り返してるわけですよね。オグリンの走り方って足が地面につきました、ここから地面をこうやってやる、これで走ろうとしてるんですよ。正しい走り方はここからつきましたでもエネルギーを伝えたいんです。だからつきました、ついた後に蹴りますの、この蹴りますはあんまり使わない方がいいです。なんでかというと、上げた状態からつきましたで、これで終わってたらまたここから次の足が前に行くようになるんで出遅れないんですよ。でもつきました、蹴ってからまた次の足に戻そうとするとここからスタートするじゃないですか、そうすると上げ切らないで前に伸びちゃうんですよ。だからここが遅れるから結局上げ切らないでこうやって前に向かっていっちゃうという走り方なので、着地した時にここで終わってたら次の足出すときにここがスタート地点になるんですよね。でもついて蹴っちゃってたら蹴りが強すぎるとここがスタート地点になるので、ここからよいしょって上げながらっていくと、上げて踏むというのがちょっと遠くなっちゃうんです。だからついたらもうこっちはこっちの足の役割はもう終わってて、ついたらもう次引き上げに行かなきゃいけないんですけど、ついて蹴りましたってなると引き上げる時間がなくなるんですよ。だからもう次の足前でこうやって出そうとするから低い位置から前に向かっていっちゃうので、高い位置から踏めなくて負のスパイラルになるので、とにかくつきました、蹴る、つきました、蹴る、つきました、蹴る、この走りじゃなくてつきました、つきました、上げる、つきました、上げるという走りに切り替えないといけない。極端に表現するとこういう、すごいわかる。今のが、着いた後に蹴って走り方ですね。蹴らない走り方、着いたらすぐ離れるっていうのはどっちかこういう感じ。もうそもそも足音違うの分かりますか？全然違いますね。この足音とわかる。それもっと悪くなる、もっと疲れてくると蹴った足をそのまま上げたくないんで、これになるんですよ、ジャリッと蹴ってザッと戻るみたいな感じになるので、とにかく蹴らないことが大事で、蹴らない練習をしましょう。蹴らない練習、はい、やることとしてはなるちゃんと一緒なんですけど、とにかく後ろに向かって蹴りたくないんで、こっちの足が地面についたら反対の足はこっちの足を越えてる、そう、それを繰り返す。そう。で、その時に反対の足を切り替える時に、もうこの足がこうやって蹴ってるんですよ。だから蹴らないで切り替える。蹴らない。蹴ってるんですよね。蹴らないで。すごいわかる。でちゃんとあの膝を四角高く上げる、しっかりと蹴らない。あ、ちょっと良くなりましたね。そう。今手と足揃っちゃった。本当だ。もうね、こっちに集中してるから。違和感なかった。蹴らないで。ジャリッと音を出さない。もう行ってる。
りやすいですよね。下の意識持たなくてよくて、どっちかというとこの辺りを空中でしっかり入れ替えるっていう意識を持った方がいいので、膝下で結構力抜いちゃって OK です。ももを入れ替えるので、そう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 、まさやく空中でさっと入れ替える、そう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 、あ、よくなってきた、あ、よくなってきましたね。そう、慣れてきたらちょっとずつ、最初は一歩一歩空中でしっかり切り替える、ちょっとリズムを、いや、そう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 、ちょっと近づいてきました、ちょっと近づいて、はい、蹴らない、ちょっと腕振りのリズムもしっかり足に合わせて素早く入れ替える、そう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 、右足に入れ替えるときに左足のエネルギーって後ろにエネルギーをこうかけるんですよ、後ろにかけながら入れ替えるんです、こうやって昔の悪い癖、後ろにこうやって、わかりますか、これ後ろに行けるの、あ、うん、わかります。でそうじゃなくて、どっちかというとこの足のエネルギーは上方向にこういう風に上げていきます、こうじゃなくてこう上げる感じ、地面をこう後ろに向かって蹴るんじゃなくて、こっちに向かってきてる、上方向に、そうすると自然に前に進んでいく感じですか、はい、そうです、足のエネルギーを上方向に向かって上げる、上に、後ろに蹴らないで上に、上、うん、そう、うん、そう、上に、あ、手が当てる、あ、そろそろ、もうダメだ、上方向に向かって、上に、上、そう、上、上、上、そう、上、あ、よくない、あ、いいですね、いいですね、そうそうそう、そうです、そうです、極端に表現するとそんなイメージです。だから今までのあのオグリの走りって、あのエネルギーの方向に行くと、これが足だと思ったらこういう風になんか漕いでたんですよ、下に向かって、うん、でも走りってどっちかというとイメージはこういう走り、こういうエネルギーの方向なんですよ、うん、下から上に上に上にこうやって、うん、今までだと漕ぎ足なんでこういうこういう感じの足だと極端に言うとすごいやる気なくなる、上に向かってこう上げていくような、すごいがっかりする上に、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 とにかく下から、もう一個ちょっと付け出していいですか、もう一個いけますか、盛りだくさんですか、はい、若干腕振りのリズムが今右足が上がってるじゃないですか、これそうじゃないですか、今右足が上がってて次左足が上がってくるじゃないですか、この左足が上がってくるのを助けてくれるのって、右手なんですよ、だからこれが切り替わるときに右手も一緒にこうやってこうやって揃えられるとより動かしやすいんですよ、
そうそう、ちゃんと腕と足を合わせてあげる。腕の力も使って、そうそう、そこをちゃんと揃えてあげる。連動させてあげる。そう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 。いいですね。腕の力を合わせる。そう、しっかり合わせる。そう、合ってきた。そう、合わせる。合わせる。そう、そう。走り出す時もこういう漕ぎ足のこうやって下に向かうこういうエネルギーじゃなくて、走る時はどっちかというとこういう下から作っていくようなイメージで走ると、走り出しからいきなりこうやって漕ぎ足にならないように、走り出しから常に下からすくうような引き足のリズムで、この癖をつけていくことが一番最初にやることです、ね。はい、ちゃんと腕と足のエネルギーを連動させる。そう。アイス。蹴らないよ、蹴らないですよ。蹴らない、蹴らない、蹴らない。まだ若干蹴ってます。すごい極端なこと言うと、はい、ここからこっちの足に持っていくときに、足首がこうならないでしょ。足首がこうなってるということは、蹴ってる証拠なんで、足首を、そのままか、そのままにするぐらいでちょっとやってみましょうか。こっちの足です。あ、こっちが違う、蹴らない、そう蹴らない、そうです、こうだ、そうそうそう、出た、ちょっと出たから、そう、足首後ろ向かないように、そうです、そうです、そう、いい感じ、いい感じ、そう。で、だんだんリズムが持ってきたら、このままジョギングに繰り返す。ジョギングの時もできるだけ足首が後ろ向かないように。そう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 。あ、よくなった。そう。今いいです。足首だ。足首。足首が頑張っちゃうから結果こうやって後ろに行っちゃうし、後ろに行くから戻しが遅れて高い位置に上がらずに低い位置のまま前に行っちゃう、このサイクルだけはします。なんか今足首の力意識したら急に良くなったんで、足首意識できるといいかもしれない。そうですね、そう、もう一発行きましょう。そう、いい感じで手と足の連動もつけていく。リズム良くなったらだん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 ちょっとピッチを上げていく。ねじれてないじゃないですか。でもこの動作ってねじれるんですね。だから今の動きしてるとスイングしなくなるんで、うんうん、肩がねじれるってことあんまなくなるんですよ、うん、そう、足首を使わない、ちょっと足を連動させる。そうそうそう、使いたくなって、ジョギングもこういうなんかつま先なんか降りれない感じの、かかとが全くつかないジョギングになっちゃうので、ちゃんと引き上げれてれば落ちる位置って絶対いい位置に落ちるんで、これがこうやって後ろに行って前に流れちゃってるのに、つま先でつこうつま先でつこうって意識するとめちゃくちゃエネルギー的にはちゃめちゃな
なんかちぐはぐな動きになっちゃうので、だから あんまりそれ意識しなくてよくて、むしろ足首は、あんまり使いすぎない方がいいので、だからつま先で着地しようというよりは、ちゃんと正しい位置に足を引き上げよう。上げて落ちれば絶対いいところに落ちるので、足首だけ使わないです。これ今めちゃくちゃ綺麗な着地できてるんですよ。本当ですか？はい、意識する人も全くないです。とにかく膝下が前に向かって伸びないように、ちゃんとお尻の下にかかとがちゃんと来るようにする。入れ替えてお尻の下にかかと、そうそうそう、お尻の下、そうです、連動を入れ替えてお尻の下、足首使わないですよ。で、だんだんジョギングに切り替えて、足首で力抜いて、常にイメージは下からすくってる感じから、足をこうやって下からこうやって上げていくんです。だんだんリズム乗ってくると、こういう足の動きに、下に叩きつける足の動きになっちゃうと思うんですけど、じゃなくて下からすくい上げて、この意識忘れないです。ただピッチ上げていきましょう。ピッチ上げてもちゃんとすくい上げながら、ナチュラルにすくい上げていきますよ。ナチュラルに。そう。あ、いいですね。良くなってきました。あ、今いい感じです。手と足が揃っちゃいます。かなりの確率で、はい、揃います。可愛かった。緊張した小学生の運動会の入場みたいな。結構ね、こういうドリルの練習やると手と足揃っちゃう人多いんですけど、この手と足揃っちゃう人って、なんで手と足が揃っちゃうかというと、普段それだけ走るときに手と足が連動できてないんですよ。だから、例えば右足を上げるときに、右足を上げようってなったときに、右手が引く動作をつけた方が右足って上げやすいんですよ。ただ何もしないでこうやって上げるよりも、これをつけた方が上げやすいんですよ。でもっと言うと、左手の、アップスイング、これで上に引き上げるのも合わせてこうやってやった方が右足って上げやすいんですよ。これが連動なんですけど、普段走るときにこうやってこういう連動の意識がないから、だから手と足が揃っちゃってても別におかしくないんですよ。だからそれだけ普段走ってる時の腕振りが、普段走ってる時の足を助けてない。逆を言うと、普段走ってる足の動きが手を助けてないっていう、これはお互い助け合う方が楽なんですよね。だけどこの連動が普段から意識できてないから、ドリルをこうやって意識的にこうやって腕を動かそうとしたときに、何の違和感もなく上げれちゃうんですよ、こうやって。こうなっちゃいます。普段から連動の意識がある人って、何も意識しないで、足を上げましょう、腕をつけましょうってやったら、もう普段からこの意識があるんで、もう無意識にこうやって動かせるんですけど、普段こういう連動の意識がないから、スッとやってみる、改めてやってみましょうっていうと、結構揃っちゃうっていうので、手と足が揃っちゃう人って普段から連動の意識ができてないので、さっきこうやってドリル、こうやってやってるときに、手と足がのタイミングが揃ってなかったりするんですよね。ここから、先にもう、手が動いてて、こうなるんです。先に手がこう動き出してて、足がついてくる。でもこれって、手と足が動くタイミングが揃ってた方が、上げやすかったりする。同時に、この、どう動かすと、この、助け合えるかっていうタイミングを、探っていく必要があります。もう分かんない。例えば、こうやって手を大きくこうやって振ったときに、一番この入れ替わるときに一番力が入るタイミングってあると思うんですけど、このすれ違うとき、連動させないとゆっくり振ってるのってこういう感じなんですけど、このなんかこっちが落ちてくるのとこっちが上がってくるのをタイミング合わせる、なんかこういう。
ブンブンってこういう振りができると思うんですけど、まあ、それと同じ感じでタイミングが合うところがあるんですよね。それを探っていくことが大事です。そこでこの入れ替えるのとこの腕のこのこれをどこで合わせる、このここまで合わせる、そういうのを意識して入るともっとビシッとビシッとなります。入れ替えるタイミングちゃんと手を入れ替えるタイミング、足を入れ替えるタイミングちゃんと合わせていく。そう、あ、今ちょっといい感じで、でこれを走る時も普段から意識してこっちの足のタイミングに腕をどう合わせていこうかとか、こっちが上がるタイミングにこっちの腕をどう合わせていこうかっていうのを考えながら走ると連動した動きになってくるので、そういう意識もつけられるといいかなと、まあ、ちょっと余裕があったらちょっと連動も意識してやるといいかなと思います。はい、今まで走っていた走り方とだいぶ感覚が違うと思うんですけど、うん、どんな感じですか？結構差があったと思うんですけど、足の一部じゃなくてついて走ってるなって。あ、それ良くないのか良くないのか良くないですね。なんか今まですごい、はい、つま先でついてる感覚がすごい強かったので、はいはいはい、ちょっとあれなんですよね、引っかいてる感じですよね、うん、今までの走り方って。でもなんかこんなになんか足って全部つく感じの感覚があっていいんだ、はい、足回転してるみたいな。あはい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 、ちゃんと回ってる感じですよね。そうそうそうです、はい、そうです。まあやっぱりね、今までどっちかというとこうやってスイングしてるから、このスイングしてる時の軌道と今の軌道だとだいぶ変わってくるので、あ、なんか足のなんか軌道が違うなっていう感覚だったりとか、はい、今までどっちかというと地面をこうやって引っかいてたのが、いい感覚ってどっちかというと地面をしっかり踏む感覚に変わるんですよね。こうやって押していく感じ、でも今まではどっちかというと漕いでいく感じだったと思うんですけど、はい、しっかり踏んで足を入れ替える、踏んで足を入れ替えるみたいな感じに切り替わってくる。スポーツが上達していくときってちょっとずつ上手くなっていくというよりは、なんかわかんないな、なんかわかんないな、なんかわかんないなでいきなり良くなるみたいな、あ、こういう感覚かみたいなのが分かってくると思うので、あのこれちょっとね、あの反復して、あ、なんかこれかみたいな、サクロウエストのこれかみたいなのがどっかにポンと分かってくるタイミングがあると思うので、そこまでちょっとしっかりやり込むことが大事かなと思います。まあ、ということで、まあ、オグリの場合はチャレンジ期間が1年間って結構長い期間あるんで、まあ、短かったらとにかくもう走ってトレーニングで強化して記録を出しましょうだと思うんですけど、まあ、期間が長いので、まあ、しっかり動きのところから見直して、根っこをしっかり改善していって、はい、その上に強化練習を積んでいくような流れがいいかなと思って、はい、ちょっとこの基礎作り、はい、動きの改善にしっかり時間を使っていけるといいかなと思います。はい、まあ、漕ぎ足からこうやって今日やったのに切り替わっていくことで、まあ、漕ぎ足ってことは要は足の力ばっかいっぱい使っちゃうので、まあ、これが原因で後半足をつってしまうとか、後半、体力が持たなくなるってなるので、なんかそうならないように今日の動きをちょっとできるだけ早く習得して、はい、後半に強い足作りをしていきましょう。では戻って、トレーニングプログラムを作るためのちょっとヒアリングをしたいと思います。はい、お願いします。